混乱、私はいつでも冷静沈着です。すぐに化けの皮が剥がれるだろうけどな。何これどうすればいいの？いやーん、想像以上に早かったんだぜ。冷静にジャンプ。はい、私ってクールビューティーでしょ？クールビューティーっていうよりかは、どう見ても中年の父やかましいおばさんだよな。それの、ちょっと痛い感じの。なんか敵がたくさんごちゃごちゃしてて、安全なところが少ないね。一息つくところがあったら、大混乱しなくなってしまうからな。やばいよやばいよ。何このジュゲムの数？マリサ、逃げるよ。いやーん、これは、ちょっと避けられそうにないな。そういえば、この左側なんだか怪しいと思ってたんだよね。お、さすが霊夢だな。ツルを見つけることに関しては天才的なんだぜ。何よ、制作者さんがちゃんと配置してくれてるものを使ってるんだから別にツルじゃないでしょ。隠しプロペラ、ジュゲムの雲ときて、今度はクッパクラウンか？それは実況では絶対にやってはいけないことだろ。でも、せっかくあるものは全部ちゃんと使った方が作ってくれた方も嬉しいんじゃない？そういう考えもなくはないのかもしれないけど、少なくとも見てくれてる方はつまらないだろ。あ、それなら大丈夫。最近再生数どんどん減ってきてるから、全然大丈夫じゃないじゃないか。こんなプレイばっかりしてるせいもあるんじゃないのか。私はクリアさえできれば、それでいいんです。やっぱりダメだこいつ。早くなんとかしないと。マリサ、今回のコースはどうだった？プロペラに気づかなかったらかなり苦戦してたと思うんだぜ。いい難易度だったな。私天才だからすぐ気づいたけどね。うぜぇ。では、いいねして次のコースに行きます。簡単、難しい？ツイッターで見つけたコースなんだけど、隠しルートもあるみたいなんだぜ。ということは、普通なら隠しコースが簡単なルートだよね？なら、私はそっちに行きます。安心しろ、どうせお前には隠しルートなんか見つけられないんだぜ。ちなみにこの上にいると隠しルートがあるけど、プレイ中には二人とも気づきませんでした。二択なら、奥の方が正解っぽいよね。グラピカ理論っていう有名なのもあるしな。隠しブロックに慌てて、やられちゃいました。でも中身はファイヤーだったし、これは使えそうなんだぜ。あ、やべ、初見の時にテレサ出てくるの見てたのに何やってるんだ。いやー、不意気おいで。年後。うまい方ならこれでもいけるんだろうが、霊夢にはまあ無理だろうな。あ、そうそう先週から具合が悪かったうちのワンコだけど、だいぶ良くなってきたよ。動物病院で注射3本打たれたりして大変だったんだよな。今は薬を夕飯の時に4錠飲んでるけど、それも今日の分で終わりだよ。明日にでも、代々木公園のドッグランにでも連れて行ってやるか？お、いいねー。ついでにすぐ横の NHK でポケモンのエレブンも出てくるみたいだから、それもゲットしてこよう。公園の中では、EV がたくさん出るみたいだな。昼間は暑いから、夕方以降涼しくなってきてからだね。なんて話をしてたら、ファイヤーじゃなくなってしまったな。これはやばいね。ゴリゴリでいけるか試してみます。今の隙間じゃちょっときついか。天井を歩いてるネットを落とせばいいんじゃないかということに気がつきました。その前にワンワンとかにやられないように気をつけろよ。これで、少しゆっくりできるね。クッパの炎が飛んできたし、あんまりゆっくりはできなそうだな。まったく、なんでクッパってこうも空気が読めないんだろう。溶岩にダイブしすぎて、脳みそがトロトロになってしまってるんじゃないのか。あ、なるほどなるほど。納得です。では、このネット危ないからさっさとぶつけて、ファイヤーでクッパを焼き殺していきます。あんまり危ない発言ばかりしてると、R18 して食らうんだぜ。私はどうせなら、青春18キッズの方がいいな。うぷ主みたいな旅行好きには、便利なアイテムだよな。よし、ここもゴリゴリで抜けたよ。今のところは、ちびマリオじゃ結構きつそうな感じだったな。上の土管に入ればいいのかな。おっと、下に音符ブロックがあったのか。これは優しいな。何ここ、閉所恐怖症の私にはまるで地獄だよ。特に何もなかったな。ここも特に何もなしかな。お、あれは美しい私にふさわしい星の王子様。霊夢鬼もいから逃げられてるぞ。おお、この感じはようやくゴールだね。スターの間に狭いとこ抜けちゃわないとな。霊夢、このコースはどうだった？私の大好きなゴリゴリがいっぱいできて、楽しかったです。それでは、いいねして今日はこれで終わります。引き続き皆様のコース募集していますのでよろしくお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。